ことになって、それが確立されている。帰りました。クリアさんは私が忘れた私を知っているようです。よかったわ。はい、あの日もそう呼んでた。ルカさん、京子さんって初期の真田作品に出てるのか。そう、たった2時間のお茶を飲んでただけの恋人。いいですね。京子さん、また会いたいと言ってました。Thank you.
疑いたくないです。無実なのに有罪にされた人が一体どれだけいることか。本人逮捕何回されたの。どうしないか。まあ君はポリシーも絡んでるのか。しかしもしも小白井さんが京子さんがまた睡眠薬を飲まされたりしたら。事件の現場って警察の人が応戦する。現場検証はとっくに終わってるから。ご出演2人。ダメージない。ご出演2人。2回行った。あの日鍵が開いてて玄関から声をかけても返事がなかったから中へ入った。洗面所の扉が開いてたから中へ。バスルームの扉は開いてたんですか。ドライヤーのコードがコンセントから中へ伸びてたから、その分の隙間数センチくらい開いてたから。おかしいですね。これだと廊下から見てバスタブの中の同じ像が見えません。どうして中に。電源はショートして落ちていた。クラのバスルームの中に人がいるとは普通思いませんよね。なんとなくかな。